ちょっと寝ぼりました。やばい。昨日出したであろうね、動画をね作ってたんですけど、悲しくなってしまいました。泣いてたんね。ピャン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 って泣いてたんですけど、まあ、目が開きません。そんなことより飛行機に乗るので早くしなきゃいけないので、まずはドーピングカラコンつけます。眠い。フランミーのオレンジブラウニー使います。めっちゃ雨降ってる。誰か絶対いるよ、ランペに雨男。めっちゃむくんでる。アンパンマンくらいむくんでる。そして人生で最高レベルで肌荒れしてんだよね。マジで痛い。もうニキビ痛いくらい嫌だ。もう嫌だ。ニキビも嫌だし、こんな肌荒れしてるのないよ、今まで。でもね、食生活ですね。最近なんか暴飲暴食をしてしまっていたので、食べ物は肌に出るわ。急がないとやばい。さすがにやばい、やばすげーやろ。プリマの下地とエッセの下地を使います。パッケージ変わってスタイリッシュになってるっぽいんだけど、真似して買ったよって方が報告してくれてめちゃめちゃ嬉しかったです。プリマの下地をつけます。わいわい石原さとみですって。痛い。マジ、ここのおでこのニキビが、なんていうんだっけ、こう面長、面長？鼻にさ、よくできるさ、おっきいのあるじゃん。あれみたいな、硬いのになってて、かなり困ってるとこ。めっちゃ痛い。で、こちら、ででん。キルカバーなんですけど、私がいつも使ってるさ、鏡張りみたいになってるさ、なんか変わったらしい。いつも4番使ったんですけど、5番のサンドっていうカラーにしました。肌がね、ちょっと焼けたので、腕とか見ていただければわかるんですけど。なのでちょっとさらに暗くしたんですけど、まあ、これはいい感じに肌なじみがいいです。ほんのちょっと取ってボン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 伸ばします。これもすごいカバー力があって、まあ、ニキビとかも隠してくれるんだけど、肌の赤みだったりとかも消えるし、まあ、ニキビもね完全に隠れるわけではないけど、ちょっとまあマシに見える感じかな。ただあんまりニキビの上に重ねたくはないので軽くかな。まあ、マスクするからさ、そんなに見えないからね。ファンではもう軽くやってる。はい、これ終わり。もう今日ファンで持ってかなくていいかなと思ってんだよね。だって別にさ、絶対ファンデを塗り直すタイミングないから持ってかない。マスクを外す予定がないと思う。水分摂取はすると思うけど、それ以上に外すタイミングがない気がする。で、最近眉毛はこの2期先のちゃんプロデュースのエンチャントっていうバビメロコラボのコスメなんだけど、これのこのシェーディングカラーを使ってます。こういうちょっとなんかアッシュ系のブラウンだったんですけど、私の今の髪の毛がめっちゃ、まあ、アッシュなのでめっちゃ合うんですよね。ちょっと太めにふわっと描くようにしてる。毛感があるような、なんか前はめっちゃ細かったんですけど、最近はこのちょっと太めの、その眉毛感がある、眉毛の主張がちゃんとあるような描き方がちょっと自分の中でブーム。ナチュラル眉みたいな、このケイトの眉マスカラの一番明るいやつかな、 BR2番っていうアッシュ系のやつを塗ります。で、眉毛脱色をねめっちゃしてたんですよ。ほんと週1回やるぐらいで、もうキンキンに、眉毛の存在感をなくしたかったのでキンキンにしてたんですけど、最近は眉毛感はやっぱ出したいなと思ったので、そんなハイペースではやってない。でもどっちがいいかな、眉毛もっとさ存在感ない方が好きっていう方もいらっしゃると思うから、どうしようかなとは思ってるところですね。ほんならこのセルボークの28番、これを使います。オレンジっぽい、まあオレンジです。超オレンジ、うん、オレンジっぽいというか、まあオレンジです。これをまぶたに塗ってきます。マジ目重っ。泣かなきゃよかった。別にさ、一生のお別れなわけでもないからさ、会いたかったら会えるのに泣いちゃうのウケるなと思って。ちょっと待ってくださいね。ハイライトと、シェーディング忘れてたのでやります。シェーディングはこのカラー使います。この間やっぱライジングサントゥーザワールドもさ、一旦なんか終わったっぽいじゃん。一旦終わりますみたいなこと言ってたけどさ、もしかしてこれ、メトロポリスからのアンノンメトロポリスみたいなあれ来る感じってなったけど、結局ね、ライさんはね、名古屋公演と、東京公演の3公演かなに行ったんですけど、LDH 一族ごと大好きな人、各グループに推しがいるっていう人はもう最強に楽しいツアーだと思うし、そうじゃなくて私はランペだけが推しだったとかいう人も
多分だけど他のグループもね必然的に見るタイミングだと思うから、他のグループも知れる機会だったと思うから、もう超豪華なライブだった。まあ、チケ代もさ1万5000円でさ、まあ高くってさ、本当に大変だったんですけど大変だったというか高えと思ってたんだけど、入場時になんかシールとねマスクとなんかフェイスシールドセットみたいな配られるんよ。たださ、なんかジャニーズ行った時はスマイルアップシールって同じようなやつ配られたんだけど、それみんなしてたのね、ほとんど8割方してたんだけど、 LDH はなんかしてない人の方が多かった。だから周りでしてる人見なかった。ライブ自体もね、 EXILE から始まり、ランペ、パンタ、バリ、ジェネ、3代目かなの順番に各グループ5、6曲、ファンターネ3曲、名古屋3曲だったりしたんだけど、まあそういう感じであって、その間にバトルオブ東京の曲を集めたコーナーだったりとか、あとキング&キングエリーちゃんと小吉くんのコーナーがあったりとかっていう感じで、いろいろなんか挟みつつ進んでったんだけど、マジ楽しかった。目尻にはこれを入れます、アディクションのアイシャドウのシャングリラ。ただね、全体的になんか曲が最近の曲とかなんかこう、そんな感じだったから、シングル曲でなんかちょっとの人気のやつとかが多かった気がしたから、ライブならではの楽曲も、まあでも他のグループなんかさ、ランペを知ってる人からしたらさ、シャングリラとかは楽しいけどさ、ランペ初めて見る人がさ急にシャングリラやられたらあれなんかな。まあシングルのなんか人気曲とかなんかみんなが知ってるような曲で構成されてたので、他のグループ知らないんだよなって方が言っても楽しめるライブだったんじゃないかなと思います。バリちゃんたち可愛かった。なんかさ、初めてバリ見たのよ。バリのパフォーマンス多分さ単独も行ってないから初めて見たんだけど、いやーこりゃ売れますわーってね、行った友達みんな言ってた。まずさ、やっぱ全員がマイク持ってるのってめちゃ強いだよね、最強よそんな。でリキバブちゃんを見てたんですけど、めっちゃ可愛かったです。なんかやっぱワイのいとこの子供のゆいちゃんって子がいるんだけど、まあ、男の子なんだけどね、ゆいちゃんだけど、ゆいちゃんにめちゃめちゃ似てる。やっぱ本物見ても思ったもん、ゆいちゃんじゃんかわいいってなったバブなのにあんな低音ボイス出されたら困っちゃうよ、お姉さん困っちゃう。そう、さ、久しぶりにリュウジ君を見たわけじゃん。3代目の単独とかもなかったからさ、もうリュウジ君めっちゃ好きーってなった。細いリュウジ君、心配になるほど細いし、わい三塁側っていうのかなに入ることが、まあ、3回しか入ってないうちにの2回三塁側だったんですよ。いや、三塁側に入るとき、入った日、どっちも、結構前の方で、トロッコがね、視界良好みたいな感じで見える席だったのよ、奇跡的に。で、三塁側のトロッコって、リュウジ君と、ケンちゃんと、エリーちゃんだったっけかながね、トロッコで来るの。マグリュウ、エリケン、リュウジロウのこの3コンビが一気に見えちゃう。トリオ。このトリオ大好きなのよ。リュウジ君がポワポワしてて、エリーちゃんは天然で、ケンちゃんは、なんか、その二人を、頑張ってまとめるみたいな。あのコンビ大好きだ。大好きなコンビの詰め合わせセットみたいなトロッコがこっちに流れてくるわけじゃん。マジ最高だった。下調べもせずに、セトリも見ずに行って、それだったからもう本当に嬉しかったね。今日さ、なんかアリーナなんだけど、席がわかんないじゃん。どんな感じか。ランペの構成が出てないかわかんないからさ、どのぐらい顔面に、力を入れていけばいいのかもよくわかんないね。マジ構成も一瞬でしょうし、初日だけ激振りじゃん。ライジングサントゥーザワールドの時も、あと1ヶ月もしないうちに東京ドームね、ここにランペ立つんだなと思ったらさ、泣けるよね、ほんと。満杯っていう景色が見せられないかもしれないけどさ、いけるよって友達にはさ、やっぱおごっていきたいよね。ぜひよろしくお願いします、みたいな。ランページです、よろしくお願いします、って。なんか無駄に昔、地元の友達とか連れてってたのを思い出すわ。誠くんあれって、どれみたいなずっと言われてた。あれだよって言ってたんだけど、誠くんがね、ちょっと悪い点もあんのよ。バンダナを口に巻いててね、顔が全然見えないみたいな時がね、結構あったのよね。逆にバンダナ巻いてる人って言って、覚えていただいたんですけれども、友達には。しかもなんかその子を連れてったのは確かなんか、ライジンかなんかのイベントで、たまわりでなんか、大晦日だから、そのまあ前日だからに、やってたんだけど、ランペを店に連れてったわけね。刑事さんかっこいいって言ってたね、最後。さすがにまあ刑事さんはかっこいいから何も言えんかったけど、やっぱもう掃除って何があれってコロナよな。早くコロナ終わってほしい。リュウジ君の話戻んだけどさ、リュウジ君さ、
ストロッコでワイのほとんど目の前ぐらいにいたので、ずっと見るわけじゃん、リュウジ君のことを。Y もうリュウジ君しか見えんみたいな感じで、すごい近いのに双眼鏡を構えてこうやって見てたんですよ。でもリュウジ君の汗までも見えるぐらいの近さだったわけ、双眼鏡で見たら。あーかっこいいな、さすがにかっこいいわと思ってたんだけど、でもそんな近くにさ双眼鏡で見てる女がいたら怖いかなとも思いつつ見てたのよ。したらさ、リュウジ君さ、可愛い子でもいたんかな、わかんない、子供がいたんかわかんないけどさ、指ハートしてたの。なんかこうやってやってたの。リュウジ君指ハートしてんなと思って舐めすぎリュウジ君舐めてる。めっちゃ可愛かった、リュウジ君。どなたに指ハートが飛んだかわかんないけど、あんなの飛んできたら多分失神する。なんかしかも確かね、名古屋の時はね、リュウジ君もヤビオチマイキーみたいな黒髪のメメみたいなね、テクノカットまではいかないんだけど、センターパート分けみたいな髪型してたんですけど、東京ドーム公演は金髪になってたんですよ、こういう色。これ本当に同じ色をしてて、マジ似合わせって思ったんですけども、かっこよかったです。もう前髪がね、トウモロコシよりね、トウモロコシですよみたいな感じ。本当にね、チリチリどころのね、話じゃないぐらいね、もう人間の毛じゃなくなってる。ジェミール・フラン、メルティーバターバーム。なんかこれがないと最近生きていけない。どっかで嗅いだことあるような匂いなんですけど、どこかちょっと思い出せないけど、めっちゃいい匂い。甘くていい匂いです。こういうかな。今日こんだけセットしても多分着いた頃には何もなかったのごとくになってるから、もう期待はしてない。席よかったらどうしよう。よし着替えるか。服はこの間シェインで買ったこのセットアップの上と、あとショートパンツが今日ね23度とかしか多分なくて、で会場内多分換気されてて寒いと思うんだよね。だからちょっとロングパンツで緑のパンツ、これね、どこだっけな、アルシーブかどっかだった気がする。これ春物なんだけど全然薄めなのでっていうやつ。これはね、マジで買った可愛い、こういう袖が可愛い、うわってなってるシースルーのシャツ。電車とかあと飛行機の中とか寒かったら嫌なので、さっき紹介したこのジャケット羽織ってくって感じですね。まあ、会場内そんなに寒くなかったら上脱いでも可愛いかなと思ってこんなコーディネートにしました。ベルトはオレンジのベルトです。可愛いです。見て、なんか友達がこれくれたでかいやつ。まことくんの帽子に合わせて緑コーディネートをしました。でフラッグ持っていく、間に合った。僕らライブ行っていきたいと思います。マスクにこれをつけて忘れずに持って行って、で帰りにバケハをかぶって帰ってきます。それでは行ってまいります。